こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はメルセデスベンツ EQC を、ご紹介したいなと思います。この EQC の EQ っていうところがですね、メルセデスベンツのこれから電気自動車のこのまあアイコン的な名前になっていくわけでして、C っていうのは GLC っていうね SUV がありますけれども、それをベースにして作られたのがこの車なんですね。最近メルセデスベンツは官能的純粋というのをキーワードにやっておりますけれども、エッジとか線とかそういったものを極力なくしてですね、面で見せていこうというデザイン手法なんですね。なんか滑らかなね、しかもちょっと丸い曲線でねこうまとまってるような感じなので、こうほんわか丸い寄り添うような、そういった EV なんじゃないかなと見た目からね、性格が伝わってきますね。これは普通の充電と急速充電と、両方対応してるんですね。で、普通の充電ここからあります。結構面白いとこついてますけどね。はい、こんな感じ、付属のコードを挿して充電します。だいたいですね約半日で、満タンになる感じですね。そして急速充電はこちらにあります。はい、こちらは、いわゆる茶電も式の急速充電器で充電するんですけれども、まあ80分でほぼ満タンになると思ってください。さあ EQC ですけれども、まあメルセデスベンツブランドとして日本で売るのは初の電気自動車ということですが、本当にですねいい意味で普通の車なんですよね。あの内燃機関のガソリンエンジンの搭載しているモデルとそんなに違和感がないんです。今までこの世界観が好きっていう方ががっかりすることなく使っていただけるんじゃないかなというふうに思います。インテリアなんかもこのローズゴールドのですねアクセントカラーを使っているので、なんとなくね電気自動車ってこれまで未来的でちょっとこう寒色系の色をね使われることが多かったと思うんですけれども、それよりは温かみがあるような、そういった雰囲気でまとめられているのが新しいなっていうふうに思いました。ではですねちょっと電気自動車らしい、回生ブレーキのこの回生力っていうのをちょっと今からやってみたいと思うんですが、今回ですねパドルを使って4段階チョイスすることができるんですね。まずこれ普通の D、 いわゆる普通のモードです。でこれ右側を引くとですね D プラスっていう風になってコースティングするんですよね。なのでこれスル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 ってかなり転がっていきます。でこれ D マイナスにするとちょっとこうブレーキ踏んだ感じで、こう D マイナスマイナスにするともう止まっちゃうぐらいねブレーキかけたかなっていうぐらい減速するんですけれども、これ完全停止は実はしないんですよね。止まるときはしっかりフットブレーキ使って止まってくださいよという考え方のものに作られています。ただ今現時点では、そういった考え方で作られているんですけれども、将来的にはですねもしかしたら、ワンペダル、まあ、そういったねものに対応してくるのかなというふうに思ったりもしております。で今ねこれコースティングにしてるんですけど、本当街中でもスルスルって進んでいくんですね。高速道路なんかは絶対このモードがいいかなっていうふうに思いますよ。 EV ということでバッテリーをねたくさん積んでるので、バッテリーだけでね重さにして650キロあるんですね。なので全体的には 2.5 トンぐらいあるんですけれども、ちょっとねアクセル踏んでみたいと思います。おおすごい勢い。これですね408馬力の765Nm ということで、まあ、トルクも馬力も実はすごくあるんですよね。0100データだと 5.1 秒ということで、非常に実は素早い車だったりするんです。まあ、エコにも走れるし速くも走れるし、まあ、自分でこの車をどういうふうに使うかっていうね、まあ、制御を自分でしっかりやればいいのかなというふうに思いますね。でこれ21インチタイヤが履かされている AMG スタイルの車なんですけれども、全然乗り心地的にもですねコツコツ感とかもなく、重さとバランスでこううまくねいなしてくれてる、そんな感じがいたします。ただ本当にね電車みたいに静かな、なんかこういわゆるね電気自動車かっていうと実はそうではなくて、すごくこう普通の車に乗っててたまたま電気だよみたいな感じ
かな、そういう印象が一番強いように思いますね。すごくですね、メルセデス・ベンツが作った電気自動車ってこうなるんだなっていうのがよくわかる EQC ですけれども、それでもね、やっぱり電気自動車所有するのはちょっと不安だなっていう方いらっしゃると思うんです。でも今回ですね、車としては5年で10万キロ、そして気になるバッテリーもですね、8年で16万キロまで保証がついています。またお家でね、充電するためのこういう設備なんかも、車の購入費用から、設置費用としてですね、10万円値引きなんていうのも決まっていたりしますので、もう本当にですね、ちょっとね背伸びして、一歩踏み出して、電気自動車の世界に入ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いました。